はいどうも、元おろしの塾講師、ミスターレイジオです。今日は、最低を知って最高になろう映画編をお伝えします。僕は、1年間に約50本映画館で映画を見ます。そんな僕が見てきた中で、これは素晴らしく最低だっていう映画をみんなに今日はお伝えしようと思ってます。この新学年が始まる前って、意外と時間ができたりするから、ぜひその空いた時間を使って見てみてほしいと思ってる。で、最低な映画って何がいいって、もう最低だって分かってみるから、見終わってもやっぱ最低じゃんかって笑えるし、または最低って聞いたのに、いや、意外と自分は好きでしたよっていうパターンだったら、どっちにしたってプラスで終わるのが最低な映画のいいところです。で、おすすめ先にしとくのは、一人で見るのもいいんだけど、できれば誰かと見た方が、その最低具合を分かち合えるから、ぜひ誰かと見て、その最低さを分かち合ってください。遊びましょう。僕の中での最低最高の映画の1、デビルマン実写バージョン。もうね、譲りません。不動です。もう見てから十数年経ちますが、もう不動です。もう大学時代、たまたま台風が来て、授業が休校になった。でも、午後から晴れたから友達と映画見に行こうってなって、見た映画がデビルマンでした。もうね、何がすごいって、登場人物の演技が全員すごいです。で、出てくるゲストもまあすごいです。ね、ゲストって結構、お、豪華じゃんって思わせるんだけど、まあ、豪華っちゃ豪華なんだけど、小錦、ボブサップ、鳥肌実、小林幸子。ね、もう、こんなメンバーなんで用意したと、ね、いうメンバーたちが揃ってます。で、見て、一箇所も、すごいな。これは本当の意味ですごいわと思うシーンが一個もないです。ね。全部大丈夫かしらっていうので、もう全部が全部、素晴らしい出来具合になってます。で、この映画ですね、前までは Amazon プライムで見れたんだけど、今も見られません。なんか、Unext だと無料で見れるらしいんですが、見るにはレンタル料金かかりますが、非常に惜しいんだけど、お金を払ってでも、ぜひ友達と見て、ひでえなっててください。決して、真面目に見ないでください。ね。それぐらい素晴らしくひどい映画。もうこれは最高峰です。もう、一番最初に言っちゃったけど、これを最初で見ちゃうと、今から紹介する映画は若干物足りないかもしれないけどね。それぐらいね、素晴らしい映画、デビルマン実写バージョンでした。そして、続きまして、最低最高の映画、ベスト2、ブリーチ実写バージョンです。ね、また実写だね。ブリーチっていう漫画は有名だよね。漫画が実写化されてますが、まあ、これもね、素晴らしいです。もう何が素晴らしいって、主演は有名、福士蒼汰。ね、まあ、これは有名なんですが、全体的にチャチーンですよ。ね、素晴らしくチャチーン。で、謎の修行シーンがあるんですね。いちごくんっていう主役が、車のタイヤを引きずるシーンとかがあるとかね。このシーンいりますとか、ね。俳優はちょいちょい無駄に豪華です。なんか江口洋介がいたりとかね、するんですけど、もう無駄に豪華なんですが、全体的にやっちまった感がすごいですね。もうどうにも二つのみで挽回できなかったようです。で、原作好きな人は、これは多分ね、笑えずに怒りになると思うんで見なくていいんですが、原作も結構好きだけど、まあまあぐらいですって人は、ぜひ、その素晴らしさを楽しんでほしいのが、この挽回、で、ブリーチ実写版です。そして、ベスト3、三つ目は、テラフォーマーズ実写版です。もう全部実写版なんですね。で、このテラフォーマーズっていうのは、これも漫画から始まってますが、漫画は正直すごく好きです。ただ今、休載中なんで続き気になるんだけど、まあ、好きだし、ね、見てみようかなと思ってみたんですが、まあ、メンバーはまあまあ豪華よ。主役は伊藤英明だとか、出てるメンバーも、ヤマピーだとか、ね、ケイン小杉とか、篠田真理子とか、ね、滝藤健一とか、なんと山田孝之ね。ね、もうね、まあまあ知ってるメンバーいると思うんだけど、もうこれもね、全体的に素晴らしいです。もう原作の、全部消えるパターンですね。まあ、唯一、かっこいいなって思うのは、変身シーンがあるんですよ。その変身シーンの解説が、ナレーションがめっちゃかっこいいんですよ。ナレーション担当は、池田修一さんっていう、ガンダムのシャア担当というか、コナン君の、赤井さんね。もちろん。かっこいいです。それ以外はもう全部素晴らしいです。ね。だから変な楽しみ方するんだったら、やっぱケイン小杉の若干、お部屋探しは英語で、センチュリー21。無駄な英語力とか、とても楽しめるんですが、もう全体的にも素晴らしい流れです。ね。ので、そういった風に、素晴らしさをどう楽しめるかので、ひでえなこれっていう前提で見てほしい、この実写散髪です。で、実写以外何かありますかって、ちょうどタイムリーに最近見た映画が素晴らしかったんでお伝えしたい。この動画が出る時には、もしかしたらもう上映終わっちゃってるかもしれないけど、大怪獣の後始末。ね、この映画、誰が後始末をつけるのかって思っちゃうぐらい全体的に素晴らしいです。まあ、今年ね、もう見た映画で、マトリックスの続編が、今年のワースト1かなと思ったんだけど、余裕で超えてきた。それぐらい素晴らしい。ので、設定というか、テーマだけ見たら多分面白いんだよ。怪獣、なんか、ウルトラマンとか、ああいうの出てくるでかい怪獣がやってきて、で、いきなり命が絶たれたと。で、それ死んじゃった。で、そのまま遺体が残ってる。これどうすんのっていうお話。そこだけ見たらちょっと面白そうなんだけど、もう作り方が全体的にすごいです。ね。もう2時間全部ずーっとすごいです。ね。ので、僕の中でこのワースト3たち、ベスト3たちの中に
入り込んでもおかしくない。ジュニどこにしようかって迷ってるぐらい。あ、ただデビルマンは譲りません。デビルマンは僕の中の永遠のワーストワンですね。ちなみにもうデビルマン撮った監督ね、あのこれが遺作ですからね。あのカメラマンも泣かずらしいです。撮った後すぐ亡くなっていくっていうね、いろいろ呪われるらしいですけどもね。それぐらいね、あのこのワースト的なもの、それぐらい素敵な映画たち、この最低な映画たちを見ることによって最高をより分かるようになっててほしいわけさね。なんでこれ作ったのとね、これ売れると思ったのっていっぱい浮かぶかもしれないけど、そういう楽しみ方をね、できる人になってほしいなと思ってます。あとはあんまり有名じゃないんだけど、せっかくだったら見てほしい良作をちゃんとお伝えしようかなと思ってますね。この高校生とか大学生ぐらいにこういう映画見とくといいんじゃないかなと思うのが、まずあの柄にもなく恋愛ものとしてね、お隣っていう映画があります。V6 の岡田純一くんと麻生久美子というこの二人が、ね、主演なんですが、大人の恋愛ってこれだと思いますね。全然恋愛らしい恋愛シーンが一切ないんだけどね、この二人の、ね、距離感、そしてタイトル、お隣、どういう意味か、ね、すごく静かなトーンの映画です。僕は正直好きな映画なので、まあ、1年に1回ぐらいちょっと気持ちゆっくりしたい時に見たりしたい映画です。で、ほぼ配信やってないです。唯一 FOD だったら配信で見れると思ってますが、あとはレンタルするしかないかもしれません。で、次、高校生の甘酸っぱさで言ったら好きだっていう映画です。エータっていうね、俳優と宮崎あおいっていうね、女優が主演ですが、あの、青年編と大人編なんですが、その青年編にエータと宮崎あおい出てますと。で、まあね、この二人の、空気感すげえ甘酸っぱいんですよ。実際その映画の記者会見の時に、エータが僕は多分撮影中本気で宮崎あおいちゃんに恋をしてましたっていうのがわかるぐらい、この二人の距離感たまんないっす。ね。ので、甘酸っぱいの大好きな高校生、大学生諸君はぜひどうぞと。だから、好きだっていうね、タイトルです。これ映画館でチケット買うときすげえ恥ずかしかったですね。当時はまだピッピッピッっていう知らなかったんで、受付にいて、好きだ、くださいっていうわけですね。ちょっと恥ずかしかったですね。そして、まあ、これ高校生たちに見てほしいなと思うのが、69っていう映画です。これ村上龍っていう作家、もう小説が原作なんですが、まあ、小説も読んでほしいけど、この映画も非常にいいです。で、この主人公たちが1969年の話で、まあ、いわゆる安保闘争とか、で、まだこの日本という国は結構、いい意味でも荒々しかった時代に、その高校をめぐる話、高校の中で起こるいろんな事件だとか、学園祭、文化祭を作り上げていく上で、破天荒な主人公が何をしていくか、どう作っていくか、そんな話ですが、基本的にもう、アホなことしか起きませんと。ね。主演が妻木聡くんです。で、まだ売れてない頃の星野源が出てますが、多分、ちゃんと探さないとわかりません。結構何回もしっかり映ってますが、え、これって星野源だったのって思います。そんなものを探すのが楽しいのが69です。ね。やっぱ高校生系だからぜひね、高校生に上がる前の子とか、高校に行ってる子は見ててほしい作品だったりします。そんな、最低を知って最高になる映画を紹介してみました。ぜひ、時間が空いた時の使い方、あんまりね、今外に行けない時期だともするからこそ、何しようかという時に、そんな映画を使って最低を知るから自分の人生が楽しくなる。ね。そんな過ごし方をしてほしいなと思ってます。みんなの中でも何か、最低な映画、最高な映画あったらよかったら教えてください。ね、またこんなね、勉強とはちょっと違う学びを得る動画いっぱい出していこうと思うから、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。